なんか気分が乗らない。全然乗ってないね。そういう日もあるよね、なんか。そうか。そう、そうなんだよ。まあ、テンション乗らないよね。なんだろう。うん。アルコールが足りてないのかな。結構飲んでるよね。5本ずつぐらい飲んでるよね。そうだね。あ、それは言い過ぎか。うん、4本ずつぐらいか。でもそんな変わんないね。一回水分がだって取っとかないと熱中症になるし。もうやる気ね。さっきチコちゃんでやったけどさ、うんうん、恋愛についてどうですかね。あれさっきチコちゃんでまあ職場のね人と LINE 交換して、でその人の好きだったんだけど、うん、その LINE 交換するまでちょっと半年ぐらい時間かかっちゃって、はいはい、うん、彼女ちゃんできちゃって告白できないっていう、うんうんうん、どう思います。いやでも多分もしかしたら入る隙はないかもしれないけど、燃え尽きてしまって自分で納得させるのは、うん、いいことだと思う。いるけど告白した方がいいってこと。知ってるけど気持ちを知ってほしいとか、自己消化と自己完結はしとかないと今後の自分の人生にね響いてしまう。あん時なっつって後悔する。あん時なっていうか次に進むために。ああ、うん、なるほどね。岡村とチコちゃんはそういう答えだったよね。いやでもさ実際リアルの職場だよ、うん、で告白するじゃん、うん、なんかさその後のさ、いやいやいや嬉しかろう相手は。まあまあそうだね。いやいや嬉しかろう。でも、うん、わきまえた告白をされたらとても嬉しいし、自分の糧になるし、うん、ウィンウィンだと思う。のした人も知ってるけど、うん、気持ちを知っててください。多分もうその時点でどうこうなりたくないと思うんだよ。取りたい、取っちゃいたいとか。ただ自分の気持ちを消化するためにっていうことか。すっきりさせたいっていうんだったら、実にあのいい心理状態ではないのかなと。あ、なるほど、うん、まあそれでも、まあ、無理だろうなっていう感じで、でも一応自分の心を打ち明けて、そうそう、そこで完結する。多分自分の気持ちは完結できるんじゃないかと、一つの区切りがつくんじゃないかと。でもさ、よっこのこと考えちゃうんだよね。もしかしたらなんかいけない関係になっちゃうんじゃないかとかさ、うん、あのそれは自分に返ってくるからいいんじゃない。もしそれでよろしくない関係になったとしたら、うん、相手にも問題があるし、自分もそういう目にいずれ合うかもしれないよね。そうだとしたら男の方がそうやって、じゃあ彼女いるけどっていうような話になったら、もう誠実じゃないもん。で諦めるっていうか、もうそれはそれで終わりにすらいいんだ。できるし、でそれでも彼女がいるにもかかわらず乗り換えちゃうんだったら、あの自分もそうされる可能性はあるよね、うん、そういう人かもしれないよ ね。特定の人がいてもなんか新しい出会いがあったらそうなっちゃうっていうことは、まあ、確かにそうだね。可能性はあるよね。絶対そうとは言い切れないけど、心残りになるよりは言った方がいいし、普通だったら彼女いればごめんって断るから、そうそう、まあ相思相愛できちんとね、うん、成り立ってるだったら、うん、家訓として人のもの取ったら人に取られる、うん、教わりました。人のもの取ったら人に取られる、自分のものも取られると。そう、だからそういう末の恋愛は多分自分がこう後ろめたいものを背負ってからなきゃいけないから、うん、人の、あの幸せを潰してしまったって、うん、そうすると自分もなんか幸せに対して一歩引いちゃうよっていうのはね、小学校の頃からね、だいぶおませな感じで。本当だよ、もう先ほどちょっと後でちょっと、ちょっと持ってきましょうか、うん、あ、私が持っていきましょうか。お願いします。わかりました、うん、何がいいですか。酒ですね、うん、アルコールが入ってれば大丈夫ですよ、うん、じゃあ開けさせていただきます。氷結ゼロ。ちょっと長くなりましたけど、じゃあ終了なんだ。結論はそういうことですね。結論ないね。ないね。フリートークだね。フリートークだね、うん、まあ、でフリートークいいかもしれないけどね。本当、うん、使えないよ。この前も十何分撮ったのを3分にまとめたんだよ、うん、あ、もうほぼカットだ。ほぼカット、うん、わかる。だって放送禁止ばっかり言ってたもん。お前がね。いやー、はーい、あの一応チャンネル的には、うん、あのアクアリウムをメインにしているので、はいはい、まあ、アクアリウムに関することをやりたいんですけども、はいはいはい、まあ、もーちゃさんほとんどあれでしょう。そう、無知猛米ですよね。無知猛米、猛米ってですか。アクアリウムは無知猛米ってことですね。うん、思ったんだよね、モス。何を思ったんですか。モスバーガー、今日モスろうぜ。アクアリウム仲間では、うん、苔の話するの。しねえよ。夜もすらね、苔の話しましょう。アクアリウム中でもあれでもね、そういうこともあるのかなって。ないない。もする、今日もする、あんなもするみたいな。苔について語ろうか。あ、でもそうするとまあねえ、あ、私ごめんなさい、モスバーガーのことだと思ってたって思って、うん、ごめんなさい。最近僕でプレモス買ったんですよ。うん、プレミアムモス、ビール
ちげえよ、うん、そういう話題で盛り上がるかもね。盛る？いや俺ちょっと今乗れてなかった、ね、うん、そうだね、うん、拾ってくれと。どうする、今夜もする。そうだね、今日いいもさ入ったんだよ。てりやき？プレミアムのやつ。あ、てりやき？え、だからプレ、てりやきはないね。あ、もそろうぜ、今日もする。もすりましょう。じゃあもすに何たるか教えますよ、これ。うん、モス談義。うん、大丈夫。モス談義。うん、アクアリウムを制するということはモスを制するということですから。嘘です。うん、どうしよう、嘘つかれて。浮気の始まりかね。というわけで、ちょっと取り留めない話してしまいましたけれども、うん、はい、あ、終わる手を持ってくんだ。一応もうかれこれまあまあだから、うん、もうあのアクアリウムで興味あることとかなんかあればそれを掘り下げてとかもあるけど。ああ。でもベタさんが死んじゃったからね。かこれね、入院してる時な。そう、ベタさんな、ベタさんすごい好きだったんだけど。めちゃくちゃ元気だったんだよね。ねえ、あの分からんもんだね、うん、命というのは。あれね、一回ね、うん、そうだね、語ってもいいもんね。食物連鎖の中にあるわけだ。モジャさんの方はあれですもんね、いろんな意味で生きるってことを捉えてると思いますんで。なんで猪木の顔してんの。渋い顔になってる。あ、重い、うん、重いテーマを考える顔になって、ね、まあちょっとね、アクアリウムの話ではないのをちょっと作るかもしれないですけれども、まあ、人生とか生きるとか長野県民は討論好きということで、なんか一個テーマを絞ってちょっとやっていければなって思いますので、よろしくお願いしますっていうことと、いつもちょっと向上みたいな感じなんですけども、一応あのチャンネル登録、まだの方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、まあ今日のね、これはよかったらグッドボタン、悪かったらバッドボタン、あとコメント批判待ってます。一応ね、批判も受けといた方がいいよね、気がするんで。えらいな。あんま、あ、ド M、 ド M だね。だけどね、やっぱり誹謗中傷痛いからあれですけどね、うん、でもバッドボタンは、うん、あの気軽に押してもらっていいと思う、うん。ね、いいよ。本当ですか。俺も打たれ強いもん。ちょっと見ない。あの、うん、いい情報だけ流すんでしょ。いらない。もういらない。お前の話は何も聞かん。心安けく生きてきたい。心安けく。うん。間違ってるかもしんない。今の言い方は。はあ。無知でなんだっけ。毛頭だっけ。無知もうまい。無知そう。もう調べてくださいね。わかりました。心安けく無知もうまい。調べてください。心安けく無知もうまい。はい。わかりました。知らさせていただきます。というわけで、朝日とモジャの酒談義っていう感じですかね。ほう、ちょっと眠たくなってるね。いやまだ酔いの口ですぜ、旦那。酔いの口も結構飲んでるよね。酔いの口ですぜ、旦那。本当ですか。うん、まだあるじゃん、え、今日始まったばかりで酔い越しの金を持たねえぞ、おら。あ、全部使うぜ、今日は。じゃあ今日これからまだ行きますかい。当たり前じゃねえかい、お姉ちゃんの店。お姉ちゃんの店行くんだ。ふわっと使いてんね、おら。ちなみに旦那、財布にはいくら入ってるんですか。そんなん言うね、そんなの人に言うもんじゃねえや。使い切ってこその男だよ。今日俺一日稼いできた花が入ってんだよ、この腹巻きの中によ。おめえ勉強しろよ、俺の生き様を見ろよ。うん、手持ちがないんでちょっとおごってくれますか。じゃあ何言ってん、人の金当てにして飲むんじゃねえや。自分の臓器を売るつもりだけ。俺の生き様を見ろ。わかりました。わしゃだね、最後に。はい、というわけで、はい、朝日とモジャでした。じゃあ一応締めのお言葉も森子さんに言ってもらおうか。よろしくお願いします。なんだこれ。だいぶ酔っているようね。モジャさん、今日もはっちゃけてたわね。でも酔えるって羨ましい。私もいっぱいお酒飲んでみたいな。二人とも酔っていたからあまりアナウンスできていなかったので、私の方から視聴者の皆様にお伝えするけど、前回お伝えしたのが好評だったから、朝日とモジャさんのコーナーレギュラー化を考えているんだけど、配信の頻度が不安定なのでプレリリースのような形で配信を続けていくようよ。できれば週1回の配信を頑張るみたい。だからって私の動画の露出を少なくしないでね。さて、今回お伝えしたのは、もじゃと朝日のお酒談義。
彼女持ちに告白するのはありでした。お伝えしたのは私、アクア、モリコと朝日、モジャでした。じゃあねー。モリコからのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなー。よろしくねー。